福島医療生活協同組合とは、大阪府大阪市福島区に本部を置く、医療政協である。大阪市福島区内に1位下診療所、3介護事業所を展開する。全日本民主医療機関連合会加盟法人。所在地大阪市福島区の脱3の13の44標防診療科内科、消化器科、小児科、循環器科、呼吸器科、リハビリテーション科 放射線化所在地大阪市福島区吉野4 5 2、旧吉野診療所1階所在地大阪市福島区、吉野4 5 2、旧吉野診療所4階所在地、大阪市福島区の脱3の13 44、自立した生活を送るためのリハビリテーションを提供、心身機能の回復や寝たきりを防ぐ介護予防を提供している。また、短時間リハビリも実施。 2017年9月中旬、保険者からの医療費、受診履歴の通知と実際との不整合を不審に、思った患者からの問い合わせにより、新旧市による診療報酬の不正請求が発覚。内部調査の結果、複数の患者の健康保険を利用した不正請求やカルテの不備が明らかになった。当該新旧市は懲戒解雇、理事会は新旧所を閉鎖とした。 組合側は不正受給額の総額など詳細については公表していない。全日本ミニレン事業所一覧、大阪府。全日本民主医療機関連合会。2020年5月28日閲覧。AB、福島医療生活協同組合トップページ。福島医療生活協同組合。2020年9月30日閲覧。大阪府医療機関情報システム。大阪府。 2020年5月28日閲覧。野田診療所デイケア。福島医療生活協同組合。2020年7月4日閲覧。機関紙、このほの2017年11月号ナン、no. バー222。福島医療生活協同組合。2020年6月4日閲覧。ありがとうございます。